日本東京都立川市高松町高松町は東京都立川市北川の町名である。現行行政地名は高松町1丁目から高松町3丁目。郵便番号は1900011。毎年8月には立川熊野神社祭礼を開催し、各町会が集まってご神様を担いでいる。なお、熊野神社は芝崎神殿の鎮守として、 共放11年間に旧立川基地の地に創建、昭和21年経済地が中流軍に接収され、当地へ移転した。高松町熊野神社では御子、足し、太鼓の熱気に包まれる高松町には、個人経営のレストランが点在する立川市の中部に位置する。北は泉町、東は栄町、南は曙町、西は緑町に隣接する。町内には、 工業地と住宅地が混在している。立川女子高等学校などの学校もある。住宅地の地下は2017年の工事地下によれば、高松町2の11の16の地点で31万4000円、平方メートルとなっている。1945年、戦時中に立川空襲により死傷者を出した地域である。立川飛行場と住宅街が大半を占めていたが、 現在は近隣にイケアやララポート等の大規模商業施設を迎える開発区となっている。2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。